はい、それではヘアの方をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、正式名称を忘れてしまったんですけれども、シンプルにこうまとめて、お団子ですね。でフラメンコのお団子はモニョですが、後ろはモニョにします。で前髪の作り方、このまままっすぐ綺麗に分けてしっかり固めてもいいんですけれども、ちょっとリクエストをいただきましたので、前髪少しウェーブさせて形を作っていきたいと思います。でこれは本当は正式なやり方があるんですけど、ちゃんとやるとすごく大変で難しいので、私はこれは自己流でアレンジをしてしまっているので、あえて名称はございません。自己流ですか？自己流です。よく考えましたね。なんかずっと同じのだと自分も飽きちゃうし、お客様も飽きちゃうので、ちょっと雰囲気作りというので、いくつか自分の中では案があるんですけれども、で今私結構伸びました。コロナ禍であんまり髪の毛を切りに行けない時期があったのを幸いに、結構ですね長いの実は苦手でして、フラメンコやってて長いの苦手ってなかなかなんですけど、すぐ切りたくなっちゃうんですが、今結構自分の髪の毛が長いです。で、ですね、最低普通に後ろにくくって縛れるぐらいの長さだったら、モーニョはいくらでも、後ろはいくらでもできるかと、はい、思います。ただ今からやるこの前髪をいじくるのはですね、はい、ちょっと長さがあった方が作りやすいです、そうだな、このボブでこのくらいだとちょっと、難しいかなと思います。このくらいやっぱり、ちょっと肩を下下がるぐらいがいいかなと思います。で、ですね、言いながらやってっちゃったんですけど、ちょっとこの前目ですね、前頭部ぐらいの髪の毛は、今縛らないで、もうすごい幽霊残して、後ろをこんな感じでベース作りにして、まず後ろ縛っちゃいます。で結構雑です。綺麗に作る人は綺麗に作られるかと思いますが、私は結構雑です。でただこの縛るのをですね、あんまり高いところにしちゃうと、その後のモニョの位置が、決まらなくなるので、なるべくここを下に作る、これ1個後ろを縛る時のポイントです。ではい、縛りました。でですね、今真ん中、これもその日によって位置変えるんですけど、今はじゃあ、センターでいきましょう。真ん中センターのところで、でまずですね、ちょっとよいしょ、適当です、毎回適当です、このぐらい、全部取りません、前目のところぐらいを軽く取ってて、今ですね軽くワックスつけてます。ベースに少しワックスをつけて、髪質によると思うんですけど、私髪が全部逃げてっちゃうので、ちょっとまとめやすくしております。でこういうまとめるのに使えるというお水が出たんですね。ただのお水じゃなくて、ちょっとまとめやすくなるっていう、これをシュッシュとやってからだとなおまとまりが安いので、今少し使っちゃいました。で、取って、でこれをですね、こっちの、私からするとどっち向きだろう、内巻きですかね。そうですね。で外にしちゃってもいいんですけど、前髪のここの生え際に対して先に、私の場合はこっちにねじることで、こうウェーブの形が決まりやすくなるので、これはもう自分でねじねじ、もし真似される場合はやってみてください。でこっち側に一回ねじって、頭のこの辺りに髪の毛の動きを作っちゃいます。で一回ですね、ここ私おでこが広いので、少しそのおでこをちょっとこう隠していくような感じですね。でこの辺にちょっと髪の毛を残します。で一回これもう放置です。そうしたらですね、この次に後ろのこっちの方から、よいしょ、少しこのまた束を持ってきて、前の方に前の方に増やす感じですね。さっきの髪の毛のベースなるべく上に重ねちゃいます。すごいですね、テクニック。いやいや、テクニックですかね。
ちょびとちょいちょいおでこが広くなってくるという年齢なりの悩みに対して隠しでございます。でさっき1箇所止めたところに対して、はい、2箇所ですね。ちょっと今これピョーンって出てきちゃったんですけど、もう今はちょっと先に手順を進めちゃいたいと思います。で、結構この時点でしっかり厚みが出たので、これをですねこの辺りに残して丸くしてちょっとひっくり返します。そうするとここでこうウェーブの形が作られるので、そしてその辺りで、なのでこれ本当に毎回その日の髪の毛と相談しながらの形作りになるので、同じ位置とかはほぼないです。でさらにそれにねじってこの辺ですね、厚みをつけて、よいしょ、でよいしょ、この辺また重ねて厚く厚く後ろから取ってきます。でよいしょ、止めて、で最終的にですね、これこの辺髪の毛ありますよね、うん、今もう日により距離なんですけど、今日は結構さっとうまくいったので、これをまとめたのを後ろに、よいしょ、ひっくり返していってですね、こんな感じです。ほうほうほう。で耳を、まあ、出しちゃってもいいんですけど、出さずに半分ぐらい隠して、よいしょ、この耳の後ろでそのトータルのやつを一回まとめます。でちなみにこれ全部止まんなくても、うん、後ろにあるやつはですね、そのままこのようにもともと作ったベースの髪の毛の上に重ねて縛っちゃいます、うん、なので今ちょっとこっちはもうそのままなんですけど、こっちだけ見てもらうということで、最終的にはよいしょ、こうやって一回、こっちも本当は作りたいんですけど、作ったらはいこんな感じで見えるんだろうか。なるほどですね。はい、まとめちゃいます。簡単に見えるけど、そうなんですけど。ちょっとなければ簡単に、はい、できるね。で今これピョーンしました。はい、ピョーンしたので、はい、そういうのはですね、もうピョーンしたのは、はい、黙ってらっしゃいということで、上からピンを、うん、よいしょ、重ねて、うん、おとなしくして、はい、おとなしくさせます。とてもまだ残ってる。はい、でそしたらですね、はい、これこんな感じで残ってるんですけど、うん、ちょっと本当はこの子出番を、今の出番ではなかったので、ちょっとごそごそ、こんな櫛とかですね、今日はどっちがいいかな、こんなのですね、スペイン行くと置いてありますね、こういうのを、はい、この辺からこすっと刺して、はい、でそれもですね、このままでは飛びます。なのでこれ100均です。ちょっと太いんですね、普通、あ、剥げてる剥げてる、普通のより太いです、うん、普通のピンは比べると、どう見えますかね、そうですね、太さは全然違います、ね、うん、でまあこんな感じの、これ安定がいいですか、それだと全然違いますね、これ、うん、ただちょっとうまくつけないとこれがまあ目立っちゃうかなっていうのもあるんですけど、大体言われたことはありません、うん、なのでこれでこの櫛の部分をですね、もう全然すいません、私は結構雑っ子なので、このまま、はい、上から止めて、で、ちなみにですね、こっちからだけだと私飛ばすので、もう一回こっち、左右でこういう状態で止めないと、漏れなくお客様どなたかの、お膝元にバンと飛んでいくので、こんな感じで止めて、ごまかします。そうするといかがでしょう、日によってそのあっていうのはあるので、そしたらもう上から上からピンで押さえちゃいます。結構なピンの数になったりもしますが、これで、うん、前側ので、あとはですねこっちもバランス、今すいませんちょっと後ろで、はいはい、まとめちゃったのでこっち側に髪の毛がないんですけど、バランスとって左右均等じゃなくても大丈夫です。均等じゃなくてもそれなりに見えます。真正面からずっと見ていただくときって踊りにはないので、こっち向いたりこっち向いたりしてるので、ちゃんとの形がそれなりに整っていれば大丈夫かと思います。ですごく時間がなかったときは、真ん中からじゃなくこの辺からこっち側だけうねっと作って、こっち側をまっすぐにして急いで出たときありますということで、前髪の作り方はこんな感じですね。はい、ありがとうございます。
それでは、モーニョの作り方をお願いいたします。はい、ではこっちもできました。前髪の準備できたので後ろですね。今全部の髪の毛を一つに一回作ったさらに上にまとめて全部の髪の毛を一回上から縛ってます。でですね、もうここから私今日長さがあるので簡単なんですけど、まず三つ編みしちゃいます。あ、これも人の髪質によると思うんですけど、私はですねこの三つ編みをしないとですねスイスイ髪の毛が逃げてほつれてしまうので一旦三つ編みにしちゃいます。はい、でこれもそんなに別に下までじゃなくてですね、どうせ丸めちゃうので、こんな感じでパパッと三つ編みして、でもう途中バシバシ出てきますけどこの辺はまとめる必要全然私はですけどないです。でこれをですね、今長いので、まあ、このくらいですかね、こう触りつつこの首の骨のところ、はい、骨のところぐらいの長さに長くします。でこの長さがこう結構クラシカルだともっとこうバッとただ紙あんこ使ったり、あとそのまままっすぐな髪の毛をこう束ねてするとここのボリュームが増えたりもするんですけれども、私はそれをやって崩壊しちゃうと何度か失敗したことがあるので、これを一回ですね、Uピン使ってこの字のところに留めていきます。さらにここから上かぶせていくんですけど、やっぱりまずしっかりベースのところは止まっておいた方が回転したりなんだったりで崩れていくのをちょっと止めてくれるかと思われます。はい、で一回まあちょっと複雑ですけど半分長さを作ってまとめました。で時間がない時とかはこのままやっちゃうんですけど、一応ですねこれも、はい、便利ですね。100円ショップで伸びます。これを上からかぶせて、上にというよりは下にですねボリュームをつけていきます。もうこれも編み、ちょっとこれ小さいのでもうちょっと大きくしてもボリューム感が出るかなと思うんですが、かぶせて中に全部の髪の毛を収めていきます。でもこの時からもうとにかく縦長ですね、俵この形を、これがフラメンコの特徴ですよね。モニョは縦長です。丸いウサちゃんの尻尾みたいなのは、まあ私だと先生たちに、日本人の先生にもスペイン人の先生にも、直せと言われるので、とにかく縦長にする、これ一つポイントですね。で、あとはですねこう U ピン使ってまずは固定をさせていくんですけど、まあテクニックとしては引っ掛けて刺す、引っ掛けて刺すですね。そのまま刺しただけだと抜けちゃうので、これです。網をしっかりしっかりそのまま刺していくんじゃなくて引っ張ってこう固定させていく。これがもう一個コツですかね。まあでもちょっとこの網はそんなに余裕がないので、で飛び出しますけど、まあモニョがぶつかったりすることは滅多にないので、流血にも人を流血させたりもしないかと思いますので、こんな感じで引っ張って止める、引っ張って止めるを繰り返して、あ、今ちょっと軽くですけどこんな感じで、うん、綺麗に、はい、縦長になりました。なりましたでしょうか。以上、簡単ですけどモニョの作り方でした。ありがとうございます。